皆さん、こんにちは。今年も残り1ヶ月になりました。11月末時点でのデータをもとに検証します。3月のコロナショックの株価下落などありましたが、私にとっては大規模な金融緩和による指数に与える影響の方が印象的でした。それでは検証をしていきます。日経平均株価とトピックスは基本的に同じ動きですが、日を追うごとに乖離が発生しています。 8月初めを100として今日までにどれだけになったかをこの動画で示します。日経平均は119トピックスは115となりました。後ほど説明しますが金額にするとこの差は大きいです。 NT 倍率は過去最高の値となり本日、終わり値ベースで明確25を超えました。NT 倍率とは日経平均株価をトピックスで割ったもので、これが上昇すると日経平均の上昇率の方がトピックスより大きくなることを意味します。3月の株価下落においては NT 倍率は一旦下落しましたが、すでにそれ以前から上昇傾向でした。これに関しても後から説明しますが、 ここで私は日経平均先物の,の運用をやめるべきであった。私は5年以上、日経平均先物の,のポジションは常に売りポジションとなっており、他の買い銘柄のヘッジに使用してました。その回あって、3月の下落もその後の上昇も損失を出すことはなかった。問題はその株価上昇が続き、日経平均株価は一部の指数寄与度の高い銘柄による上昇に牽引されたのです。 日経先物ミニとトピックス先物ミニで運用していた場合、金額ベースでどれだけの違いが出たのかを示します。1枚あたりで比べるのは比較にならないので、トピックス先物を年初の日経平均先物の,の丸代金に合わせて検証します。売っていた場合、日経平均でマイナス32万、トピックスでマイナス7 8千です。 先ほども言いましたが年初の日経平均を基準としたので、どちらも230万ほどの運用となります。これが日経平均先物ミに1枚の運用結果なので多数保有していた場合この限りではありません。このような乖離が発生した原因を検証します。それには日経平均を構成している銘柄を見るのがいいと思います。 11月末の時点で日経平均株価に寄与する上位10の銘柄で4割も占めています。225銘柄あって、たった10銘柄でここまで影響があると、もはや個人で運用するには無理があるように思えてきました。 代表する指数ゆえ買わなければならない運用者もいると思います。この人たちは保有していなければならないので、売るに売れないという状況なのでしょう。先物主導で動くとよく耳にしますが、実際値動きを見て実感しました。先物が上がれば寄与度の高い銘柄が買われるわけです。次に一番寄与するファーストリテイリングを検証してみます。今や1割以上影響を与えます。7月に NT 倍率に関する動画を出しましたが、 この時は1割を切っていました。 こちらも8月初めを100として検証すると、日経平均の119よりはるかに大きな値である149となりました。 この銘柄は信用倍率が1以下となっており、売り算が多いことがわかります。売り算が増えれば増えるほど値段が上がる踏み上げ相場です。12月1日にファーストリテイリングの株価は前日比プラス1620円高で終わり、年初から24000円以上も上げています。日経平均株価は350円ほど値上がりしました。そのうちファーストリテイリングは58円ほど上方向に寄与しました。私はこの機会に、 日経平均先物の,の運用をやめトピックスとしました。個別株の信用売りもやっておりますが難品はせず、すべてを違う組み合わせにすることによりリスクを分散しております。もし業者でトピックス先物を取り扱っていなければ ETF もあるのでそうしようと思います。先物と株口座は税金が別なのでちょうどいいかと思います。本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。